神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校は神奈川県横浜市中区本木緑ヶ丘にある公立高等学校。通称は緑高。1923年1月に横浜第三中学校として創立。休学制度では横浜臨海学区に属した。2013年に創立90周年を迎えた。 横浜市中心部の南側に位置する本木地区にあり、横浜スタジアムや中華街などに近い。校舎から横浜ベイブリッジや晴れた日には富士山や房総半島も望める。初代校長が掲げた三徳一世の教育理念のもと、偏りのないバランスの取れた人間の育成を目指している。校則はほとんどなく自由でのびのびとした校風であり、 生徒手帳はない。定時性のない高校では珍しく、食堂を有する。旧校舎はいずれも地区40年以上が経過し、耐震性に課題があることから本館及び、北館については建て替えを、西館については耐震補強改修工事を実施した。2014年に竣工した新校舎は南館と称する。文化祭は緑高祭りと呼ばれ、 かつては文化の日前後に行われていたが、近年は毎年6月末から7月初めに開催される。講演組織として、旧正中学時代から講演三徳会が組織されているため、神奈川県下の公立高等学校のうち、本校にのみ PTA が設置されていない。同窓会は牧領会と称する。五十音順この記事は、プロジェクト、学校。 高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。